腰の布団でやるとちょっと楽すぎるんだって。これの腰の負担だけ痛くないようにして、汚いけど床でやろう。膝を立てて耳を耳にあれくっつけて、あいて部屋狭いからな。行きましょう。お、起き上がれない。結構でもこれでいいだよ。1、2、3、4、5、6。しんどいな。8、息吐きながらだ。9、あ、しんどい。10、30秒インターバルだって。あ、しんどい想像以上に。あと足引っ掛けていいのかな、こっちに。どうなんだろう。で、より楽になっちゃうのかな、そうすると。こういうことね。ベッドの、あそこに。ズルなのかな。しんどいな。わしもいらないな。1。全然起き上がれないな。に し、しんどい。腹筋できなくなってる。もう、あれ、やってるうち入る、これ。6。7。8。ああ、首も疲れてるからおかしいんだろうな。9。10。ああ、しんどい。やべえ。30秒休憩。あれ、起き上がれなくなってる。あ、そして今もうしんどい。布団の方でぬるいバージョンでやってみようかな、途中。なにこれ、聞いてないな。昔腹筋やってた男なのに。ちょっとまずいかも。怖いな、これ。怖いな、何かわかんないけど。1。あ、布団でいいや。2。全然起き上がれない。
よ。ゴー。しんどい。6 やってるうち入るのかな。7 8 910ああしんどいあれも知らぬ間に腹筋ができなくなっている。怖い。え、まあ今腹筋しんどいってことは使ったんだろうけど、怖っ。起き上がれなくなってる。あーもうしんどいしんどい。あー怖っ。うん、本当に今のこれを見て、うん、全然やったうちに入んねえって文句言われるかもしんないけど、少なくとも僕今クタクタ、腹筋もちょっと力入んないぐらい。まあ誰に何と言われようが一旦やるしかないだよ、決めたから。あーしんど、30回。うん、こっからうん、どうなるか。まあまあ酒飲んだ日も何の日も気持ち自分ルール、うん、なんとなく寝る前もしくは晩飯後気分でやろうかと思います。こう動きたらしんどえ、お腹筋肉がゼロになってたのかな。え、怖っ。まあ頑張ります。どうなるだか、食生活は変えずお楽しみに。顎周りの運動はないから、二重顎はこのままよ。やったね。登録してね。しんどい。